はい、まあ、前回13期から言ったんですけど、期間が空くかなって言ったんですけど、あのステータス上げすごくだるくて諦めまして、ステータスこんな感じかな、うん、諦めたので、諦めてあの合成の方を終わらせてきました。はい、証拠を見せますね。はい、合成レポート終わらせました。辛かったですね。あと、地味にメモもね、あと少しで完成なんですよ、正直言って。はい、まあね、合成レポートだったり他のやつをやったり、13キノコもやりました、ちゃんと。はい、証拠として、はい、13キノコをクリアした時にもらえる武器を装備しています。はい、まあね、やっていこうかと思いますんで、このステータスで、しかも自分の実力ですし、勝てるか分かんないんですよ。実際 PS2 版でもね、運絡みで勝利したので、俺。地味地味も、そうですね。キャラクター自体も、次、今から倒しに行くやつを倒せば乗ります。はい。それでコンプリートです。人物版もね、多分コンプリートすると思います。クエストもね、はい。ずらーっと。ね、攻略してきました。頑張りました。はい、ステータス上げよりこっちの方を優先しました。うん、辛かったですね。正直、発狂したところも何箇所もあるんで、はい。特に13期のこのナンバー8ですね。あれ一番発狂しました。はい。謎の入り口を調査する。はい。今目の前にある入り口ですね。これを調査すれば、これはこのゲー PS3 版では始めていきます。では、調整してみたいと思います。セーブしてるんで大丈夫かと思います。オートリミターつけております。で、グフィーたちも装備をちょっと強化してきました。はい。では、やっていきましょうかね。はい。あ、ちなみに自分、ちょっとこの季節の、この頃のね、アレルギーが。で、鼻が、ちょっとあれなんで。くしゃみとか鼻ずるずるはご了承ください。もう俺こいつの行動パターン忘れた。強くない？あ、くそ、チャンス。
相手のペース飲まれたな。
間違えた。さあ、あと少しだね。すみません、だけだと。Yeah.
あと少しなのに。やばいやばい。攻撃できない5回目。よっしゃ、来た。やっと会場でもまだ油断できないぞ。めっちゃ時間かかった。やばい。よっしゃー来たーあーやった、勝った、一発目が出た。20分もかかった。
あれ？あ、出た出た。うん、これで OK なはず。うん、地味にメモコンプやった。あとグミシップ系と、うん、あとクリティカルモードクリアすればプラドモードとクリティカルモードクリアのトロフィーもらえるから、あとそれだけ。グミシップは今ちょっと設計図が分かんないからいいかな。やった、勝った。うわ強かった、えーれー強かった。うん、はい、セーブ後でいい。はい、ご視聴ありがとうございました。すごい、23分やね、100。うん。でも、一発で勝てたのは嬉しかったですね。はい。ご視聴ありがとうございました。ではまたどこかで。